このエピソードでは R は舌を丸めないそして唇も丸めないというのを紹介します。皆さん、こんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。Hey guys, it's Aiko. I'm an American English Pronunciation Coach and Business Coach based in Hawaii. まず本題に入る前に会社の顔としてしっかりとしたアメリカ英語の発音を身につけたいという方やアメリカの芸能界に入りたいという方そういう厳しい容赦のない世界で、えー、しっかりと勝負をしていきたいという方のためにアメリカ英語の発音のポイントを3つを紹介した無料動画を公開していますのでぜひ概要欄の方からチェックしてみてくださいね。 Today's topic is about the pronunciation of R.R.R. R. <laughs> R. これあの、私のコーチングに入ってきたばっかりの方にいつも言うことなので、あのぜひあの私のコーチングまだ知らないという方もぜ、ぜひぜひ、えー、これを参考にしてください。私のコーチングをしばらく受け取っ,あの取っているという方は復習になります。 R の発音、皆さんどうやって発音していますかアメリカ英語の R です。アメリカ英語の R。舌をくるって丸めてませんか丸めてる方。stop doing that。アメリカ英語の R。 今はですよ。現在は。ちょっと前までこうやって丸めてもいい、丸めていたような発音だったかもしれない。特にもっともっと前になったら200年とか250年くらい前とかほんとくるくる丸まったような、すごい巻き舌の感じの発音だったと思うんですけど、今。2022年の今。<laughs> 現代の今のアメリカ英語の発音は、丸めない。こういうふうに丸めない方が日本人にとっては あのちゃんとあのしっかりとした R として聞き取ってもらえる R の音になりますだからこうならないようにこうなったらあのここに空気が当たってしまって R の音が出てこないっていうのもあるし舌がこうやって丸まっている方舌先が高いところにあの行ってしまうとここ L のテリトリーなんですね L と R って あの音が日本人にとってはすごい似てるように聞こえるじゃないですかでも英語ではもう明確なその L と R の,その音の違いがあってで L の位置に舌が行ってしまうと L っぽく聞こえちゃうんですね R の発音しているつもりでもだからあの舌がこうくるっとこう上がるとこうこをちょっと L のテリトリーに入りがちなんですねだからそっちに絶対に行かないようにまっすぐ舌はどっちかというと ラララって今あの R の発音をしてますが下下先は下を向いてる方が発音しやすいです特に日本人にとってはこの発音が一番その L, L になりがちにならなくなっちゃうだからあの発音しやすくなりますそういいですかまっすぐまっすぐそしてまっすよりもちょっと下向きになっている方が日本人にとってはアメリカ英語の発音の R っていうのがとても発音しやすくなります で、ちょっとギューって力入れてくださいね。ギューって力入れて、ちょっと引っ込める。で、ここに力入れないように、どんどんの方に力入れて、ここで音をこもらせないように、音はまっすぐ前に持ってきて、この辺に持ってきて響かせてください。私のコーチングをしばらく取っている方には分かる表現ですよね。えー、初めての方にはちょっとちんぷんかんぷんかもしれない。でも、あのさっき紹介した無料あの動画で発音の3つのポイント紹介してるじゃないですか。 あれを見ると結構この私が言ってるこの振動とか空気の流れっていうこの今の私の説明が分かりやすくなるかもしれないから是非概要欄の方に行ってチェックしてみてくださいねそうだからまっすぐにするようにこうならない こうならないこうやって発音するもんじゃないこうやって適当にワって上げるもんじゃないんですアメリカ英語の発音っていうのは適当に動か舌を動かすとか唇を動かすとかそういうもんじゃないんですよそういう音とあの音ですよね空気振動をしっかりとあの何の音を発しているかっていうふうに分かるように出していかないといけないから舌の形とか口の形じゃないんですね。 どういう空気の流れを出すかどういう振動を出すかなんですだからその振動が出せたらどんな形になっててもいいんですよ口の中があのそういう風に、えー、表現するとですねだからそういう口の形下の位置で覚えないようにでも R は本当にこういう風にくるってならない方が発音しやすいですこうじゃなくてまっすぐまっすぐよりもちょっと下に向いてる方がいいであの R の発音ってあの 単語の単語によってその R がどこに出てくるかってによってちょっと発音の違い,があ違いがあるんですね。3つほどちょっと発音の違いがあるんですけれどもそういう細かいこと本当にこういう細かいことを学びたい方は私のコースで本当にもう時間をかけてめちゃめちゃあの詳しく説明していますのでもっともっと知りたいという方は私のコースをチェックしてみてくださいね。でまっすぐにするじゃないですか。まっすぐにする。で うて発音すると R ちゃんと R の音になります。でもう一個唇は丸めないこと。 よくなんかアヒル口とかなんかわかんないけどこういう感じのうーとかなんかこう特にあのアメリカ人に聞くと R の発音は Right って発音するときはうーってつけてうー Right って発音するといいよってこううーうーーってうーうーーってつけるって言われるんですよね私もあの前はそういう風に言われていてで例えば Right って発音するときは Right って発音してたんですけどそれをしていたら あの発音教材の先生にあのなんかすごいダブルがんあダブルじゃない R 頑張りすぎって言われたんですねそれはそうですよ言われたから一生懸命うーって言いながら r i g h w r i t って言ってたんです今の発音わかります r i t じゃないですよね r i この振動って うーじゃないんですよ。だからあのアメリカ人がよく「うーうー」って発音するんだよっていうのこれ「うーうー」っていう音じゃない聞いてくださいね「うーうー」っていう音じゃない彼らが言っているその「うーうーウー」ってつけるんだよっていう音は「うーうーうー」「Wright」「うーうーうーウーウー」「この振動聞こえますか?」むずこれね私できるようになるのに21年かかりましたこの振動「うーうーうー」 Right, right, right. この音、この音は、right じゃないんですよ。<laughs> わかりますかあの、うって言,わ言うんだよって聞いて、この日本語のうってつけようとするじゃないですか。この日本語のうって、アメリカ人が言っている、その、じゃないんですよ。<laughs> わかります <laughs> だから、あの、例えばもう一個。なるろう。 not at all っていいうフレー,ザーじゃないですかこれアメリカ人は t じゃなくてここ d にするんだよって教えてくれてで私はそれを d で発音してなだどうって言ったら違う違う違うって言われました <laughs> D って言ったよねみたいなだからわかりますアメリカ人が言っている d の音っていうのと私たちが想像する d の音って違うんですよつまりその R の音も、うーってつけるんだよっていう、このうーっていう音、私今日本語っぽくうーって言ってますが、彼らにとった音って違うんです。わかりますかだから日本語のうじゃないんですよ。だから口を丸めないように <laughs> してみてください。口を丸めたらどうなるか。W にしか聞こえません。だって下の、R の音って下ですからね。 して下からの音がもう80%でこの辺の振動をこの「う」っていう形にすることによってつけることができるんですね「うん、うん、うん」この振動を聞こえますか「うん、うん、うん」「right」「ううう」「right」「right」「right, right.」この「うう」ちょっと振動が入るじゃないですかこれこれって「う」じゃないんですね「うう right」じゃないんですよ だから「Write」って言ってしまうと R のその下の形もその下からの振動も出てないし「う」しか聞こえないから W にしか聞こえないんですこれ本当です私のクライアントさんもあのこういうふうに唇を丸めるっていうふうに習ってきてる方が多くってであの発音してもらうと例えば「Write」っていう発音も「う」にしか聞こえないから「white」白に聞こえるんです正しいじゃなくて「白」って聞こえるんですよ「white」って聞こえるんです なのでまずは一旦今まで習ってきたその口の形とか舌の位置とか忘れてみてください私,が私たちがそういうふうに習ってきていることって英語ネイティブにはそういうふうにやっているし私たちとは全然違う空気とか振動を出してるんですでも例えばこうやって口を丸めて「う」って言うんだよって言ったら私たちのその音私たち日本語話者が出せる音って「う」ですよね「う」じゃないんです アメリカ人が言ってるその英語ネイティブの人たちが言ってるその「う」っていう音は「うん」うん、っていう音なんです。日本語には全くない音。だからうのみにしないことであの私,私が今まで教えてきた経験から言うと唇は丸めない方があるのとは習得が早いです。なぜなら舌から振動を出すっていうことにまずは集中するから。One at a time. work on one at a time 下からの振動が80%唇からの振動が20%こっちの80%の下のこのるるるこのるっていう振動で今こういう形をしていますこ,こうじゃないですよこうです下向いてますで、right right right っていうふうに発音すること。で、それができたら、今度は唇のこの、この振動を入れて、right、right、このこの音、right、right、これができるようになると本当に R のとは、あの最近夫に言われたこと、夫はアメリカ人なんですけど、夫に言われたことは、yeah, your your R is more round って言われました、well rounded。 っていう,ふうに言われました音が、it's more full って言われたんですね。音がすごいこう厚みを帯びてきたねっていう感じの表現を言っていたんですね。ですので私はもっと振動を足してるからなんですね。なので振動を足すんです。だから唇をどうやって動かす、丸めるとかそんなんじゃないんですね。だからあと舌もこう,こういうふうにする、こういうふうにするじゃないんですよ。そこからどうやって振動を作り出すかだけなんですね。なので、 あの舌は丸めないように巻き舌じゃないですそれはもう昔の話私たちが習ってきている英語っていうのは日本で習ってきている英語っていうのは古いんですよね多分250年以上前の,あの英語だったんじゃないかなと思いますだってオフンっていう単語オフンこれは T 発音しない単語として学校でよくテストに出ていたっていう記憶があってでもアメリカに来てみんなオフン って言ってるしオフトンも言ってるんですよ T も発音するんですねで学校であの UCLA で言語学を習得した時に Histrical Linguistics っていうクラスがあってオフトンは250年 以上前には T は発音されなかったけど250年前くらいからその T はもともと発音されていてで発音されなくなったんですねでも250年くらい前からまたこの T を発音する人が出てきましたって習ったんですだからつまりオフンはオフンだったんですよ250年前は以上前はでも250年前から今は t を発音してもしなくてもいい。また発音する人が出てきたっていう感じの,あの特別な単語の一つに入ってるんですね。なので、わ <laughs> かります習ったことっていうのは間違いじゃない。だから、r も巻き舌だったんですよ、昔は。だから、間違いじゃない。でも今、今 今のその英語はどんどんもう変わってきていてもう全然違うものになっているんですねなのですごいこう柔軟になるように今はどうやって発音してるんだろうって観察するように周りの人を観察するようにしてみてくださいそうするとこの R の発音だけじゃなくっていろんなことへの気づきにもつながっていくと思います Alright, so let me know if you have any questions. And again, I mentioned、uh, the free workshop video where you can learn three tips for you to learn、uh, the American accent. And この、uh, workshop は本当に舌の形とか口の形とかそういう舌の位置とか発音記号とかなんかそういう学問的なもの、表面的なものではなくて音の,そのダイナミックなところにフォーカスしてます。 私がフォーカスして今教えているのは空気振動エネルギーこの3つの観点で英語の発音を教えていますので本当に上級者で止まっている方あれもこれ以上伸びないのかなと思っている方取ってみてくださいなぜならもうそこから上があるっていうことにどん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 気が付いていくと思います all right so let me know if you have any questions and thank you very much for watching and see you guys in the next episode